第2コートで行われました団体試合予選リーグ E ブロック第2試合また岡山高校が白の瀬戸南第3高校を迎えます。白の瀬戸南第3高校となりました。
ただいま第1コートで行われました男性試合女性リーグ F ブロック第16試合、赤国学院栃木高校対白大垣商業高校の試合は赤国学院栃木高校が勝ちました。